どこでも取る椎茸の取り扱い方を説明します。まずはどこでも取る椎茸をジップロックから出し、直射日光と風が当たらず温度が0度以下、25度以上にならない水平な場所に置きます。この時、先ほどのジップロックをどこでも取る椎茸の下に敷くと置き場が汚れずに済み便利です。次に箱の中から付属の穴開き袋を取り出し、袋の底をマチ状に広げていきます。椎茸が生えてきても十分な空間を取れるように、かなり大きな袋なので少々やりにくいですが、このように中と外から調整するとやりやすいです。このような状態になったら逆さにして、どこでも取る椎茸の上からかぶせてください。これで完了です。これを木の本数分行います。この状態で椎茸が生えてくるまで待ちましょう。このどこでも取る椎茸はお届けの 2,3 日前に椎茸が生えてくるように水を与えてあります。栽培する場所の温度によって変わりますが、早ければ届いた次の日には芽が出始めます。発泡スチロールの蓋が持ち上がってくるんですね。ただし真冬だったり寒かったりすると芽が出てくるのに5日以上かかる場合もあります。また全ての穴から生えてくるわけではないのでご注意ください。椎茸は芽が出てからさらに数日かけて大きくなります。日に日に大きくなる様子を見てお楽しみください。栽培場所の温度が高いと午前と午後でも大きさの違いがわかります。